had the better conditioning and who wants it more. はい、こんにちは。今回は日本人ボクサーには負けましたが、その後名王者を破ったボクサーを紹介いたします。2017年1月にアメリカで WBC 世界スーパーフェザー級1位三浦隆選手と2位のミゲル・ローマンの一戦が行われました。ローマンはダニエル・ポンセ・デ・レオンを TKO で破っており、すでに56勝の戦績を誇る強打の持ち主で、三浦選手も日本屈指のハードパンチャーなので、序盤から壮絶な打ち合いが展開されました。一発一発凄まじいパンチ力がある三浦選手に対し、ローマンはスピードもパンチ力もありませんが、コツコツと上下にパンチを集め、後半に相手を仕留めるタイプです。ローマンはコツコツ実直に連打を繰り出しますが、三浦選手は左右のパンチをフルスイングし、ローマンに恐怖とダメージを与えていきました。10ラウンドにボンバーレフトでダウンを奪った三浦選手は、11ラウンドと12ラウンドにもダウンを奪い、しぶといローマンを KO したのでした。ローマンは三浦選手に敗れた10ヶ月後に、元世界2階級制覇王者オルランド・サリドと戦いました。サリドはファンマヌエル・ロペスやロマチェンコを破ったハードパンチャーで、序盤強烈なプレッシャーと攻撃でローマンを圧倒しました。ローマンは序盤サリドの攻撃を耐え、4ラウンドに逆襲の連打を放ち、サリドの顎の先端を捉え、逆転のダウンを奪いました。ローマンは4ラウンド以降激しく打ち合い、形勢を逆転し、8ラウンドと9ラウンドにもダウンを奪い、9ラウンド TKO 勝ちを収め、 WBC 世界スーパーフェザー級王者ベルチェットへの挑戦権を獲得しました。2007年5月 WBC 世界バンタム級王者長谷川穂積選手は、4度目の防衛戦に新ピュエ・ベチカを迎えました。ベチカはアマチュア時代に133勝し、プロ入り後16戦全勝のキャリアを持ち、王座奪取に自信を持ち、南アフリカからやってまいりました。試合は駆け引きの連続で、お互いカウンターを警戒し、緊張感のあるラウンドが続き、長谷川選手が有効打で上回りますが、ベチカの長い間合いに苦しむ展開が続きました。しかし長谷川選手は試合終盤に連打をヒットさせ、ポイントを奪い、かろうじて判定で勝利し、4度目の防衛に成功しました。長谷川選手に敗れた日から6年7ヶ月後、ベチカは WBA 世界フェザー級王者クリス・ジョンに挑戦しました。インドネシアの英雄クリス・ジョンは当時48勝無敗で WBA 世界フェザー級王座を
18度防衛中の難攻不落の世界王者でした。王者クリス・ジョーンはベチェカの長い距離に手こずり、ベチェカは強いパンチでアグレッシブに攻撃し、6ラウンドに猛攻撃を敢行し、王者クリス・ジョーンからダウンを奪いました。ベチェカは王者に肉体だけでなく心にもダメージを与え、難攻不落の王者は7ラウンド開始のゴングに応じることができず、10年に及ぶ長期政権に幕を閉じました。シーサケット・ソウル・ルンビサイはバンコク郊外で貧しい生活を送り、ボクシング経験がなかったのですが、お金を稼ぐため日本でデビュー戦を行いました。デビュー戦の相手はすでに世界挑戦の経験があった八重樫選手でした。シーサケットはデビュー5戦で1勝しかできなかったのですが、23戦目で WBC 世界スーパーフライ級王座に戴冠し、八重樫選手に負けた8年後の2017年3月に46戦全勝の当時無敵を誇ったローマン・ゴンザレスを破ったのです。4階級にわたって46戦全勝と当時全階級で一番強いボクサーと評されたロマゴンを破ったシーサケットは、半年後に再びロマゴンと相まみえました。貧しかった生活から脱出し、アジアの英雄にのし上がったシーサケットはロマゴンとの再戦でもパワーを爆発させ、4ラウンドに強烈な右フックで2度ダウンを奪い、完全決着をつけ、ロマゴン伝説を終焉させました。What is your interest in fighting either or both of those guys? ผมต่อยกับใครก็ได้ครับผมไม่กลัวใครทั้งนั้นครับผมI can fight whoever. I'm not scared of anyone. I'll fight whoever. Tsuyoshi Choichiro, Holy Ayala. 1998年8月、 WBC 世界バンタム級王者辰吉陽一郎選手は WBC バンタム級1位25戦全勝のポーリー・アエラを防衛戦の相手に迎えました。アエラは4歳でボクシングを始め、多くのアマチュアタイトルを取り、270勝もの勝ち星を挙げデビューしました。プロ入り後もスタイリッシュでスピードのあるボクシングで25戦全勝と、防衛の相手としては危険な対戦相手でしたが、辰吉選手はアエラの攻撃をよく外しながら効果的なパンチをヒットさせました。6ラウンドにバッティングがあり、7ラウンド開始とともにレフリーからストップがかかり、試合続行不可能と判断されたこの一戦は、6ラウンドまでの採点で勝敗が決まりました。辰吉の防衛です。
テクニカルデシジョンで辰吉の防衛。デビュー以来の連勝が25でストップした10ヶ月後、アヤラは WBA 世界バンタム級王者ジョニー・タピアに挑戦しました。タピアは当時46勝無敗でバンタム級最強と言われていた王者で、試合前の賭け率では1対6でアヤラは不利と見られていましたが、序盤から最強王者に打ち合いを挑み、スピードの連打を叩き込み、試合を優勢に進めました。しかし最強王者タピアはテクニシャンであるとともに気が強く、真っ向勝負を受けて立ち、負けじと連打を繰り出しました。テクニシャン同士の激しく美しい打ち合いは終盤まで続き、お互いの意地も衝突しながら多彩なコンビネーションを放ち、一歩も引かない展開のままバンタム級史上最高の名勝負は判定にもつれ込みました。